どうもこんにちは、ライラと申します。今回からこちらのフリーゲームクソノベルを遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。もうね、画面に書いてある通りなんですが、ぬか漬けパリピマンさんの作品ですね。フルボイスクソゲー RPG などなども一応動画投稿しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう。あー、ノベルゲームだよねこれ。なるほどね、名前決められるんだ。左キーを押すとセーブができる画期的な謎仕様だよ。イベント中もセーブできるから安心してね。おお、それは安心だ。では行きましょう。これはもう、これありにしないとさ、なんだろう、この作者さんの良さの良さを殺してしまうかもしれないからな。ありですよ。いけない、遅刻。相変わらずですね。そう言って食パンを加えながら勢いよく家を飛び出す僕は、残りでもいるごく普通の男子高校生かっこ高にかっこ閉じる。今は入学式へ向けて絶賛ダッシュ中なのだ。ああ、入学式なんだ。バシーン。バシーン。痛い。かわいい。どういうこと？どうなってんの？ごめん、怪我とかしてないかな。こんぐらいでやれる、あちし、あんたの他人じゃねえんだよ。理解。こうして男の中の男、主人公のドタバタ青春劇が幕を開けたのであった。ああ、そっか、名前変えた時用にね、主人公って言ってるんだ。多分そういう感じですよね。さて、3回目の入学式も終わったことだし、トリマ、来るか。どれにする。クラスのマドンナ、花香ちゃん、よしこ、噂の転校生。じゃあクラスのマドンナ、花香ちゃん選んでみよう。おお、一番可愛い。クラスのマドンナ、花香ちゃんにしますか？ほざくな。ビリリリリン。なにこの戦闘みたいな流れになってんだけど。戦う。なんかボス戦みたいな BGM なんですが、ニュークリア使ってきたんだけど。うわ。マジか。という夢を見たんだ。そうか、夢なら仕方ないですね。じゃあよしこで。よしこにしますか。よしこにしましょう。俺と付き合え。レッツの交際。こうして二人はまあなんかいい感じに学内のイベント押し倒し。なんか省略されなかった今。あれ、俺何もボタン押してないよ。という夢を見たんだ。まあ実質一択ですよね。噂の転校生いきましょう。噂の転校生を紹介するぞ。私立なんばがき高校からおいでなすんだ。安藤武美さんだ。安藤武美です、よろしく。趣味は星を見ること。すげえパリピマン感すごいんだけど。めっちゃ出ちゃってるんだけど。さっきぶつかったやつだ。
安藤武美にしますか。はいはいはい。俺とお前で二人だけのサウンド鍋を。ちょっとよくわからない。ハーク、うっしゃ、早速初デートや。の、どこ行く？どこ行く？カラオケ映画館素潜り。素潜りめっちゃ気になるな。素潜りで。システムエラー、その候補はまだ。マジか。システムエラー、その候補はまだ選択できません。じゃあカラオケで。私、歌は苦手なの。西熟語で表すと音痴ってことね。じゃあ映画館かな。サブスクリプションの動画サイトで。え、よし、あー、いけるのか。生ガキでも取りに行こうか。ハーク、バシーン。いや、つまずいちゃった。回ってる回ってる。いけねえ、ラッキーすぎる。もうすげえコラ画像みたいになってんだけど。もう主人公くんたら。まあええわ。じゃあ俺んちでちょっと休んでこっか。ハーク、そしてなんやかんやで卒業式。思えばいろいろあったな。いろいろありましたね。よう、最後の下校誰と帰るんだろうな。フラグ的に誰のルートに入ったのか、その顛末が気になるところだぜ。どっかで見たことあんな。せやな、せやな。よっしゃ、運命の人、通称デスティニーパーソンが待ってるし、訪問に行こうも。何でも突っ込むと思うなよ。行こう行こう。あら、まだいない。さあ、鬼が出るか、蛇が出るか。ごめん、待った。全然だぜ。さあ行こう。俺たちの高校生活のフィナーレだ。それにしてもお前、この3年間の間にだいぶ声変わりしたな。ああ。ああ、もう相変わらずなんだけどさ。この音楽よ。よし、行こうぜ。こうして2人はまあなんかいい感じに学内のイベントを消化し、ありがちな青春時代を謳歌した挙句、まあ卒業後に遠距離恋愛となったところで、なし崩し的に破局したとさ。押し倒し、押し倒し。え、待って。BGM はシンドローム様。エンディングか。SE、ドバ、シンドローム様。喋っていい。喋っていいかな。グラフィック、気まぐれアフター様。トシヤキ、カネヤマ様。ケン、トシマ様。三号プラグイン、ヤンフライ様、クランボン様、ウロロコ様、宇宙人様、トリアコンタン様、ツタボリクイナ様。キャスト、主人公、ぬか漬けパリピマン。安藤武美、
ぬかつけパルプマン、クラスのマドンナ、はるかちゃん、1号、よしこ、ぬかつけパルプマン。主人公の親友的なポジションのやつ、ぬかつけパルプマン。先生、ぬかつけパルプマン。天の声、ぬかつけパルプマン。制作ツール、RPG ツクール MV。作った人、ぬかつけパルプマン。アルティメットありがてえ、全員。クソノベル、ラブロマンスよ、永遠に。おしまい。はい、ということでクソノベルいかがでしたでしょうか。ここで喋った方がいいね。多分ね、分岐とかはないと思いたいので、思うのでというか、まあどちらかというと思いたいので、ここまでにしておこうかなと思うんですが、何ですかね、何が一番やばいって、このゲームの内容もまあそうなのかもしれないんですが、この温度にね、だんだん慣れてきちゃって慣れてきてしまってる自分がいるっていうのがやばいですよね。ということで、お疲れ様でした。